今回は、レコードプレイヤーのご紹介をしようと思います。普通に聞くレコードプレイヤーですね。高いのは島村楽器はあんま置いてないんですけど、安いこういう1万円ぐらいから3万とか4万ぐらいのレコードプレイヤーが置いてることが多いんですけど、まあ、そのあたりをですねイオンのお店とか行ってレコードプレイヤーって何が違うかなみたいな選び方をご紹介しようと思います。三宮だとねレコードプレイヤーの選び方っていうのをお店に貼ってて、まあここにある通り、まあ、5点に絞って違いをご紹介しようと思います。はい、まずね大体どこのイオンに行っても置いてるであろうという商品なんですけど、一番売れ筋この2点ですね。マックス LP とバイナルトランスポート、この2機種がよく売れてるんですよ。違いはこちらがね自宅とかに置くタイプ、こっちはトランクバッグ型、移動もできますよってことですね。裏に電池ボックスがついてるんで電池でも動きます。売れてるポイントとしましては、まあ値段がまず安いっていうのが1個あるんですけど、スピーカーが内蔵してます。マックス LP はここ、バイナルトランスポートはここ、これが1個スピーカー内蔵なので電源つないでレコードを置いてこう針を落とせばすぐ聞けますよね。回転数ね33、45、78回転と昔のレコードも聞けるのと、あと一番内側まで行くとねこう止まります。曲が終わったら止まる、この機能がついてる。スピーカー付きでオートストップがついてる、この2点が大きなポイントかなと思います。まあ、スピーカー内蔵なのでねものすごく簡単なんですけど、例えば音がもうちょっといい方がいいなということになるわけですよね。このスピーカーで満足いかなくなったという時はアウトプットついてますね。このここからですねちょっといいスピーカーにつないでいただけるといい音になるというのもあるんですけれども、こちらスプーンアウト、こちらはですねこれスピーカーは内蔵してないんですけど Bluetooth 機能がついてます。なんで例えばレコードを再生して Bluetooth のスピーカーが別であれば Bluetooth で飛ばすこともできます。当然のようにアウトプットもついてます。質のいいスピーカーにつなぐこともできます。 Bluetooth スピーカーだと家にあるとか、Bluetooth のイヤホンで聞きたいとか、家でレコード聞きたいけど家族からうるさいと言われるとかいう時は Bluetooth のイヤホンだったりスピーカーでも聞けますんで、すごく便利かなと思います。オートストップはついてます。ここまで行くと止まるので問題ない。次スピーカーで音を良くするっていうね手法をご紹介しましたけれども、こちらね個人的におすすめなんですけどオーディオテクニカのレコードプレイヤーですね。これのポイントはね針が違います。全く違います。別物です。マックス LP ね、マックス LP の針がこういう針なんですけど、これセラミック針っていうんですけど、この針がねこのゴムに乗っかるんですよ。このゴムに、このゴムからセラミック板に伝わって振動が、ほんでレコードの音が鳴るという原理なんです。ゴムを伝って振動が伝わるんですけど、大きな振動は拾いやすいけどちっちゃい振動は拾いにくいっていうことで高音が拾いにくかったりしますよね。なので音質はそこまでではないという感じです。はい、それに対してこちらオーディオテクニカのレコードプレイヤーなんですけど、オーディオテクニカ製の MM バリっていうのがついてますね。針がこうちゃんと浮いてるんですよね。ここになんか細かい金属が出てるんですけど、磁石でこの振動を拾うのでかなり細かい音が拾えると、これによってセラミックバリより明らかに音が良くなります。これね MM 型ってよく言われるんですけど、これはオーディオテクニカ製の VM 型っていうレコードバリなんですけどね、普通のレコードプレイヤーで使われる針ですね。こっちの方が音が絶対的にいいですというのがこれです。これのおすすめポイントもう1個いくと、これねオートスタートストップがついてます。でスタート押すとこうなります。スピーカー繋いでないので音は出ませんね。けどこんな感じで自動でスタートします。で当然音がいい。で内側まで行くとどうなるかというと、こういくと、ね、自動で上がって戻りますよね。これいいですよね。これで安心してレコードが聴ける。で VM の針なので音が当然いいと、結構おすすめです私的に。はい、でこれのもう一個上というか、オーディオテクニカもすごくおすすめなんですけど、これよりもさらにおすすめなのがこちらですね、パイオニアの PLX500。 これも結構置いてる店多いじゃないですかね。 DJ コーナーに置いてたりもするので、ちょっと店員さんに確認していただきたいんですけど、こちらがおすすめのポイントは2点。これねレコードの針がね MM 型ですごくいいですと言いましたけど、 MM 型の中でも一番お手頃な針がついてるわけですよ。でこちら PLX500、 これね外れます。ここが標準ではほとんど同じ針がついてるんですけど、これがここ変えれますね。ここから先だけを別の針に交換することが可能です。この針だけでもまあ1万円とか2万とか3万とかそういう高級な針もあるので、さっきねスピーカーを良くするっていう手法で音を良くするっていう流れでしたけど、針で全然変わりますので、ぜひ針を変えてみてくださいと。テクニカもすごくいいんですよ。これいいんですけど本当にものすごく針で変わります音が。なのでぜひ変えれるものをっていうのでこちらおすすめです。あともう1点ですね、回り方が違います。
オーディオテクニカのものとか、さっきも紹介した MAXLP とか、そのあたりも全部ベルトドライブっていう仕組みでもあります。ここにねモーターがあるんですよ。ちょっと外しますけど、ここにねこういうゴムが引っかかってるんですよ。このゴムが引っかかって回ります。別にこれが悪いわけじゃないです。例えば高級なレコードプレーヤーとかでもこの仕組み採用してるものもいっぱいありますし、無駄なノイズが少ないんですよ。昔のプレイヤー知ってれば回るときにシャーって音がするものが結構あったんですけど、これはねそのノイズ少ないのですごくいいです。でモーターがここで針がここなので、モーターと針の距離もね遠くなるんで音もいいわけですよ。ただ速度が一定じゃないことがたまにあります。それは高級なものだとその辺が改善されて音も良いということなんでしょうけど、安いものは結構不安定ね、ワグワグな音程がね不安定になりますね。であともう一個ゴムなのでゴムが伸びたりもします。その辺があるんですけど、こちらはねダイレクトドライブっていう仕組みになってますけど、はい、ダイレクトドライブってここが直接モーターなんですよ。モーターにプラッターが乗っかってて直接回ります。安定性が抜群なわけですよ。わかりやすく説明すると、 PG やる方は知ってるんですけど、ここねここのねライト、今ここが止まってますよね。例えばちょっとゆっくりこうやるとこうなるわけですよ。ここがねこう回転がちょっと変わったりするとここが揺れるんですけど、これが安定してますよね、はい、この状態で聞くと安定してるということです。これがベルトだとちょっと揺れちゃったりします。こうやってよくあるのがこういう感じですね。こういう揺れ方したりします。ベルトだとこれがダイレクトドライブだと安定性があるっていうのがまあ一個売りですので、針が変えれるんですけど、このね針によって重さが変わるわけですよ。これのすると例えばちょっと重めの針を置いたりすると、針を置いた時にここ重くなりすぎると針が潰れちゃうんですよ。それをね調整するのはここの重りですね。この重りでバランス取ってやります、まあ、簡単にやると今こう水平になりましたね。これが今 0g ですね。ちょっと上がってるか、まあ、こんなもんですね。これが 0g でバランス取ります。ここにメモリがあるんですけど、メモリを0にするとこれでメモリ0で 0g ですよっていう状態にできましたと。でそれをこの針の振圧に合わせて、まあ、2とか3とかねこの辺に合わせてあげると、これが今 2.5g になりましたという感じになります。これがないと針の交換できないので、結構ちょっと高くなるんですけど、間違いなく音質は上がります。はい、ちょっと安いレコードプレーヤー買ったけど音質が気に食わないなとかあったら、まあ、レコードプレーヤーとか針その辺が悪いということですので、ぜひこの辺をご検討ください。まとめます。まあ売れ筋のレコードプレーヤーね、 MAXLP とか、バイナルトランスポート、この辺はスピーカー内蔵で簡単に使えます。簡単にすぐ再生できます。でオートストップもついてる、この辺で人気はあるんですよね。ただどういうのがいいですかと聞かれると説明するのが今のあたりですよね。 Bluetooth 内蔵もありますし、オーディオテクニカだとオートで再生してオートで戻る、これもできます。あとはポイントとしてはレコードの針の仕組みですね。セラミック張りなのか、こういう MM タイプ VM タイプなのかっていうところで音質が大きく変わってきますので、そこが1個ポイントになると思います。あとはダイレクトドライブなのかベルトドライブなのかということですね。ダイレクトドライブの方がメンテナンスしなくていいですし、ベルトドライブはこのベルトで回ってってこと知らないと回らなくなりましたとか言ってね、もう壊れたと思って捨てちゃうとか、まあ、ベルト引っ掛けたらいいだけなんですけど、よくあります。モーターにベルトが引っ掛かってて再生してるものだということを認識して使うならいいかなと思います。実はコロナによる外出自粛によって自宅でねレコードを聞くっていう方も増えてて、その中でどういうのがいいかっていうご紹介でした。はい、今回はこれで以上になります。ありがとうございます。